李素賢は、韓国の宇宙飛行関係者、研究者。1978年、全羅南道甲州市生まれ、甲州科学技術高等学校で学び、韓国科学技術院へ進み機械学を専攻した。彼女は、学士号と修士号を取得した後、博士課程で生命工学を研究。2006年、韓国宇宙人排出事業に基づき、 宇宙飛行士候補に選ばれた。2007年には宇宙飛行に備えるため、韓国科学技術院での研究を中断し、ロシアで訓練を受ける。2008年2月29日、韓国科学技術院から博士号を授与された後、2008年4月、韓国人とロシアの持つ ISS への商業、旅行枠を韓国政府が購入しての滞在であり、 自費で費用を負担した最初の宇宙旅行者であるデニスチトやマレーシアのシェイク・ムザファシュコアと同様宇宙旅行者または宇宙飛行関係者として扱われる。なお、日本人として最初に宇宙に到達した元、TBS の秋山とヨヒロとも費用負担の点では類似性があるものの秋山とヨヒロは旧ソ連認定の宇宙飛行士の資格を有している点が異なる。 2004年、韓国科学技術部は韓国宇宙人、排出事業として、ロシアから商用の宇宙旅行の権利を購入し、韓国人を搭乗者とする宇宙飛行計画を開始した。2006年12月25日、リは36,206人の一般公募者から、韓国人として初めて宇宙へ行く候補者に鉱山と共に選ばれた。2007年9月5日、 韓国科学技術部は、タカを宇宙に送ることに決定した。リは、コウが、不詳などの理由で、宇宙船に登場できなくなった場合に備え、予備となった。リは引き続き、ロシアでの訓練を行った。2008年3月10日、韓国教育科学技術部は、タカからリに決定を変更すると発表した。理由は、コウが、ロシアの訓練施設内で訓練と無関係の教材を、 任意で借り受ける等の規則違反を繰り返したためであり、ロシア連邦宇宙局の勧告を再三に渡り無視し続けたためであった。2008年4月8日、リと2人のロシア人宇宙飛行士が登場したソユーズトママイナス -12 は打ち上げに成功。4月10日、ソユーズは ISS とのドッキングに成功した。2008年4月19日、ソユーズトマ -11 により、 地球に帰還したが、危機故障により弾道突入ルートで大気圏へ突入。飛行士に大きな重力加速度が加わり、帰還後に李は打撲を追い入院した。李は4年間韓国各地を回って235回の講演を行った後、2年間の韓国航空宇宙研究員における義務含む期間を終えた2012年8月に研究員を休職し渡米。 宇宙研究と関係のない MBA 家程で学んだことには韓国内で批判も起こった。2013年8月には韓国系米国人の医師と結婚した。2014年6月26日に韓国航空宇宙研究員を退職することを決めたと報じられた。その後もアメリカでの生活を続けていることから韓国内から本来ならば 韓国の宇宙開発のアイコンとして、研究開発を率いるべきでありながら、260億ウォンをかけて育てた宇宙飛行士は国を去り、有人宇宙飛行のノウハウも消えてしまったと批判された。この点については、本人が韓国では仕事がないから先行を変えて勉強し直すと表明したことも理由と見られている。ドクター・ストーンのスピンオフである、 ドクターストーンギブーと、モモヨの科学監修をしている。水難官府都市空人しばしば地域、相鉄買い替え女科学科昇空。台湾ロンン。2008年3月16日閲覧。http コロンスラッシュスラッシュ www.nasha.gov スラッシュミッション、ページズ、ステーション、エクスペディションズ、エクスペディション17。 インデックス、Index, HTML Hat Press, South Korea first une,、ハットアソシエーテッド、プレス、サウス、コリアツー、アナウンス、イッツ、ファーストアストロノート、インターナショナル、ヘラルドトリビューン、二千八年三月十日閲覧、ユン as、ソングワン、サウス、コリアタップス、ロボティクス、エクスパートアズ、ファーストアストロノート、ヒューストン、クロニコル、二千八年三月十日閲覧、AB、税金二百六十億オンで宇宙に行った。 女性飛行士、航空宇宙研究員を退社イコール韓国。中央日報。http://japanese.jons.com スラッシュアーティクルスラッシュ998スラッシュ,ュ,ュ 186998.html2014 年6月27日閲覧。コラム、MBA で学ぶ韓国発の宇宙飛行士に罪はない。朝鮮日報。 http://aonoakira.isa.ne.jp スラッシュブログスラッシュエントリースラッシュ3215161スラッシュ2013年12月8日閲覧。260億本を費やし36番目の保有国になったのに消えた韓国人宇宙飛行士第1号韓国メディア レコードチャイナ2021年7月27日閲覧ありがとうございます。